1年経って被疑者の顔見ながらっていう初対面なので、憎しみ怒りはまだ消えてませんね。事故から1年近く、遺族は今日の初公判で被告の姿を目に焼き付けようとしていました。起訴状によりますと、被告の男は去年7月、車を運転中、中川区の交差点で赤信号をことさらに無視して時速112キロから114キロで進入。自転車で横断歩道を渡っていた専門学校生の丹下和人さんをはね死亡させた危険運転致死の罪に問われています。去年4月に施行された改正少年法では、18歳と19歳は特定少年として扱われるようになりました。名古屋地検は去年9月、男を起訴した際に特定少年として東海3県で初めて実名を公表しました。今日の裁判では被告の男が裁判長から氏名を聞かれ答えました。男は起訴内容については争う姿勢を示しました。横断中の方を亡くならせたのは事実ですが、意に介することなく赤信号を無視したわけではない。争点は被告が赤信号をことさらに無視したかどうかです。検察側は、被告は当時友人の車と共に走っていて、友人の車に先行して速い走りを楽しみたいなどと考え、信号表示を意に介さず赤信号でも無視するつもりで運転をしたなどと主張。一方、弁護側は、被告は後方の友人の車両が気になり、車内のモニターで後ろの映像を見ながら運転していた。赤信号は見えたが減速させる間もなく衝突してしまったとして、危険運転致死の罪は成立しないと主張しました。続く証拠調べで検察側は、男の車のドライブレコーダーの映像を廷内のモニターに映しました。映像では、男の車は事故直前、車線変更をしながら速度を上げていて、ライトを消す様子も確認されました。また、事故の前夜の映像にも、男が走行中にライトを消し、赤信号を無視して交差点に何度も進入する様子が映っていました。時速110キロを超える車と衝突した丹下和人さん。乗っていた自転車はフレームが大きく曲がっていました。横断歩道を渡ろうとしてて、右側から信号無視の車が来て、車の左側がここに当たった感じですね。で、ボンネット乗り上げてフロントガラス割れて、まあ120キロで、まあ信号守って渡っとるわけだもんで、来るとは思わないですよね。もうさらに事故当時身につけていた愛用のリュックも、車の多分一部分に引っかかって取れちゃってます。リュック毎日背負ってる子だった。もう愛用のリュックだった。そうですね、3年か4年ぐらい使った、中学校の時買ったやつなんで。専門学校に通っていた和人さんは、親孝行で優しい息子だったといいます。人に好かれる優しい子でした。もう週末とかはうちにもう 4,5 人とか泊まりに来てたんで。今からね、楽しみが増えてね、これからスタートだっていう時に一番楽しみだったけどね、息子の命を奪った無謀な運転。被告となったのは1歳しか変わらない当時18歳の男でした。無謀な信号無視で、ね、うちの息子が犠牲になって、憎しみが消えんもんね。やっぱり年齢も近いんで、息子と本当にそこは、息子は戻ってこないしけど、ね、被告はね、そのまだやり直せるって言われてるんで、そういうのでももう聞くのも聞きたくないし、私は。
精神面でやっぱ高校生見ると辛いとか、そっちの方が大きいですね。特定少年の被告は法廷でどのような姿を見せるのか、両親は裁判をすべて見届けたいとしています。もう向こうの顔見てやっぱ喋りたいですよね。聞いてみたいし、どんな顔して喋っとるのか、ね、あんだけのことをしといて何言い訳してほしくないよね。やっぱ普通に全て認めて頭下げて、それが普通だと思っとるんですけどね。起訴段階で実名が発表された特定少年の裁判については、氏名や住所などの個人情報を法廷でどこまで開示するのか、裁判ごとに判断が分かれています。今回、名古屋地裁での初公判はどのような対応だったのでしょうか。傍聴した少年法に詳しい南山大学の丸山正夫名誉教授は、従来、年長少年も含めて少年の刑事裁判については、人定質問で氏名を名乗らせない、あるいは遮蔽措置を取るといったような配慮がなされていたんですね。それがどうなるかということでしたけれども、今回の特定少年については人定質問で氏名を名乗らせた、それから遮蔽措置が取られなかったという点は、注目すべきところだろうなと思います。弁護側からは被告の姿を隠すためのついたてを設置するよう要望が出ましたが、認められませんでした。遮蔽をしなかったのはやはり、政治に若干近いものという扱いにしたのかなということは、これは推測ですけれども、そのように思っています。ただし傍聴席から見て被告が弁護側の席に横向きに座るケースが多い通常の裁判と違い、今回は被告が傍聴席に背を向けて座る措置が取られました。被告人を弁護士側の方に顔を向けてですね、傍聴人の方にことさら明らかにするようなことはしなかった点は、ある意味少年であるということについての配慮をしているのかなと。法廷で目にした被告の姿に丹下和人さんの遺族は、いやもう何もだよな、無表情で一方を見て、ずっと書類を見てた。そうだ ね、 見てましたね。弁護士に言われた通りみたいなそんな感じですよ。今後の裁判について胸の内をこう語りました。謝罪というか、やったことを素直に認めてくれればね、いいんじゃないかなとは思うんだけど、ちゃんと報告がしたいので、まだできないです。